瀬戸内エクスプレス号高松エクスプレス、広島号、広島高松線は、広島市と境出し、高松市を結ぶ、中高高速バスである。全便座席指定制のため、乗車には予約が必要。中国 JR バスでは、瀬戸内エクスプレス、JR 四国バスでは、高松エクスプレス、広島号とそれぞれ相性がある。瀬戸内エクスプレス、高松エクスプレス、 広島港 JR 高松駅県庁通り、栗林公園前引く夢タウン高松、高松中央インターバスターミナル、境でインターバスターミナル、広島駅新幹線口、広島バスセンター JR 高松駅広島駅、一般道、国道54号、不動員中筋駅広島駅一般道、国道54号、不動員中筋駅広島インターチェンジ、 山陽自動車道 JR 高松駅本路線は JR バスの予約サイト、高速バスネットの構築に関わった JR バス、関東 JR 東海バス、西日本 JR バスのいずれもが運行に関与していない路線としては初めて同サイトでの予約が可能であったが2013年3月15日乗車分を最後に中止された本路線の他には B&S 宮崎号があるのみ。2012年の運行経路変更後は、中筋駅を奇襲点とする路線が存在しない状態であったが、2017年に中国バスが運行するドリームスリーパーの経路変更により、中筋駅から発着する路線が復活している。ありがとうございます。